はい、今日はですね、ニコン Z6 プロレスローデの検証を行ってみたいと思います。で、今回はですね、こちらにね、あります忍者5のこのね、 SSD500GB で、どれぐらいね、その時間が取れるかっていうのをチェックしてみたいと思います。はい、で、まずですね、今回の検証としましては、まずね、Z6 が電源切れないように、もうね、コンセントから電源を供給している形になります。で、同じく、Ninja5 もですね、もうコンセントからね、電源を供給する形になっています。はい、これでね、電源が止まるということはない状態にしているということになります。今からね、フォーマットしますけど、こちらのね、もう完全に SSD を初期化します。はい、で、そうするとですね、こちらにね、書かれてるかと思うんですけど、22分32秒なのかな。ちょっとね、ここがね、よくわからないんですけど、これだけの時間しか取れないっていう風に書かれてるかと思うんですけど、実際ね、これが本当に22分32秒だけなのか、そこをね、今回チェックしたいと思っています。どうも、イヤモントキャラです。今回の動画はですね、皆さんね、お待ちかねかどうかちょっとね、わからないんですけど、プロレスローの取れる時間、こちらがね、私もね、その Ninja5 の表記とですね、実際取れる時間って違うんじゃないかなというところで、実際ね、今回試してみました。はい、で、もう結論から言っちゃいますと、77分38秒、取ることができました。環境としてはですね、その動画の中でも出てきますが、ニコン Z6 と Ninja5 それぞれですね、もう電源コードから電気を供給して、バッテリー切れを起こさないように撮影を行っています。はい、で、あとですね、もちろんプロレスローの HQ で撮影をしてですね、実際に撮れた時間っていうのが、77分38秒という形になっています。で、今回その見たいところが、もちろんその時間もありますし、あとやったことないことも合わせてできるなっていうところで、まずニコン Z6 の録画制限っていうのは29分59秒、はい、こちらになるんですけど、ただこのね、外部レコーダーを使うことによって、それ以上取れるんじゃないかなというところで、理屈上は取れるとは思うんですけど、はい、そのあたりも一緒にね、チェックできたらなというふうに思っています。はい、で、合わせてですね、熱の問題、 Z6 の熱の問題で、 Ninja5 の熱の問題、こちらもね、あるかと思うので、そのあたりも検証でね、見れたらなというところで、今回ね、検証をしてみました。はい、ということでですね、ちょっと前置きは長くなるとあれなんで、実際に検証した動画をご覧ください。どうぞ。で、実験方法としては、そのままね、録画開始をしまして、で、こちらにね、 iPhone でそのタイマーをセットしていきます。そんなことをしなくてもいいと思うんですけど、こっちのね、ニコン Z6 で撮りながら時間を、確認できるという状態にしておきたいので、そういった形でやってみたいと思います。はい、録画開始して今3分30秒過ぎたところですね。で、今回のね、検証で熱暴走のね、問題も、あるのかなっていうところで、まずですね、そのニコン Z6 っていうのは29分59秒で、基本的に内部記録は止まるということになってはいるんですけど、で、実際このね、Ninja5 を使うことで、その29分59秒以上撮ることができるのかっていうところもね、今回検証できるのかなというふうに思います。で、
あとその忍者ファイブもかなりね熱を持つんで、まあ、そのあたりもですね止まることがあるのかどうなのかちょっとね私もわからないですけど、まあ、その辺もね見ていけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このまんまその SSD が、なくなるまで取れるのか、まあ、その前に止まるのか、まあ、そういったところもね見れるんじゃないかなと思います。はい、間もなくですね、表示されていた22分になろうとしている状況です。おそらく22分以上は全然取れるかと思います。なんかねこのカウントの仕方がちょっとね違うと思うんですよね。で私が見てるとここのね、右の角にあるあの時間っていうのが残りの取れる時間になるんですけど、このね減り方がなんかねちょっとおかしいんですよね。でこれで考えたらまだまだ取れる感じになりますよね。まあ、ここの表示がもともと22分23秒だったかな、はい、だったんですけど、まあ、それがこの減り方がねちょっとこう違うので、さあまあどこまで取れるか楽しみですね。はい、でとりあえず今、23分、はい、経過しました。で Z6 の熱に関しては内部記録してないんで全然ね熱は持ってないですね。で忍者5こちらはあのファンがあるんでこの辺りはねやっぱりね暑いですね。だいぶこう熱い空気が出ている感じがあります。まあ、続けて録画をしていきたいと思います。はい、30分ね経過をしました。ということで、まあ、あのニコン Z6 の録画制限が29分59秒っていうことなんですけど、まああのね、外部レコーダーを使えば、まあ、それ以上の時間が取れるということになります。でですね、まあ、今のねあのこの部屋の気温がですね、はい、29度あります。まあ、なので結構ねあの部屋の温度は高めかとは思います。でこの状態で普通にね 4K であの録画をね内部記録していると15分ぐらいで切れたことも正直あります。まあ、なので、まあ、それで考えると、まあ、あの熱はあんまり持たずに外部レコーダーでその負荷を逃がしてあげることができるので、まあ、長時間録画は、まあ、ここでね可能になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、今ですね41分のところで熱暴走で止まってしまいましたね。まあ、ちょっとね、ニコン Z6 が原因なのか忍者5が原因なのかちょっとね今わからないですけど、どっちかの問題で止まったかと思います。はい、まあ、なのでちょっとね今から一旦冷やしてですねもう一度再開したいと思います。はい、録画を再開しました。で、まあ、おそらくですね、ニコン Z6 が、まあ、熱暴走により止まったかと思います。まあ、忍者5もねかなり暑かったんですけど、まあ、こちらはねファンがついてるんで、まあ、この熱で止まるっていうことはないんじゃないかなというふうに推測されます。はい、で、まあ、今ですねあっちからねちょっと扇風機を、当てながら流しながら撮影するようにちょっとね状況を変えています。ここから、まあ、どれぐらいの時間取れるか引き続き撮影していきたいと思います。はい、忍者5のね容量がなくなって、停止しました。で1時間まあ、17分30秒ぐらいですかね、まあ、ちょっとね止めるのが若干遅れたのでだいたい1時間17分30秒ぐらいかなというふうに思います。まあ、後からですね、まあ、データの時間をまあ確認いたしますけどこれぐらいの時間で止まってしまうということですね。で合わせて今ですねその止まった後このねまたニコン Z6 が熱暴走で
まあ、止まりますよというね表示が出てきました。まあ、なので大体、まあ、今回の環境で言うと後半ね扇風機を回して部屋をね部屋の空気を回したんですけど、まあ、それでも、まあ、やっぱり熱暴走をどうしても起きてしまうっていうところですね。まあ、大体同じように40分弱ですね、40分弱で止まってしまったというところですね。はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ実際ねやってみてのところで言うと結論的にはそのね77分38秒取れたというところにはなるんですけど、まあただですねそれでも500ギガですよ、500ギガで77分38秒しか取れないということになるんですよ。はい、であとまあやっぱりもうちょっとこのプロレスロー動画の私なりのね感想を言わせてもらうと、まあやっぱりですね何かと扱いが大変です。はい、まあ機材ももちろん、まあ、外部モニター外部レコーダーをですね購入する必要がありますし、そのデータの莫大なデータの、まあ、処理ですね、でまあ撮影の時もそうですし編集する時もそうですし、で編集した後の書き出しもやっぱりね時間かかるわけなんですよ。まあそういったところでまあかなりですね環境を整えなければまあなかなかね手に負える代物ではないなというところになります。はい、まあなのでねこれ皆さんどう思いますかね、これロー動画って現時点で必要だと思いますかね。まあやっぱりその綺麗に撮れるっていうのはもちろんね最大の醍醐味だとは思うんですけど、まあただ現実的に考えてそこまでの画質を求められるのかで、まあ結局何を目的にねまあその動画を撮るのかっていうところで変わってくるかとは思うんですけど、まあそのあたりでまあいるいらないがまあ判断つくんじゃないかなというところですね。でまあ私も、まあ、実際、まあ、いろんなお客様の撮影をさせてもらいますけど、そのこのねプロレスローを使って撮影するかって言われるとまあなかなかちょっとねその機会は少ないんじゃないかなと思います。でまあそれはねもちろんその機材があまりにも大掛かりになるっていう部分もありますし、別にねそこまでを求められてるわけでもないんですね、そういった撮影っていうのは。な普段やってることをまあそのありのままというか、まあもう少しちょっとこうかっこよく分かりやすくかっこよく、そしてこうそのお客私のお客様のさらにそのお客様に伝わる映像として制作をね行っていくんですけど、まあそれでそこの中でロー動画が必要かって言われるとまあほぼないですね。はい、っていうことなんですよ。でまあこれからね出てくるカメラもあるかと思うんですけど、まあまだ 6K8K はいこれからねどん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 出てくるかとは思うんですけど、現状そのね YouTube に対応してる画質っていうのは 4K 止まりですし、でまだ、まあ、普段見られてる方っていうのはほぼほぼフル HD の画質でしか見てないかなっていうところになるんで、まあよっぽどね画質にこだわる方はGoogle Chrome でしっかり 4K で見るっていう方もねいるかと思うんですけど、これもですねやっぱりこのご自宅のねネット環境によっても影響されるものになってくるんで、まあそういう意味でもまあその YouTube に上げるぐらいの動画であったら、まあ特にねロー動画は必要ないかと思いますって言いながらね今も撮ってますけどね。はい、というところで、まあ、そのあたりがまあ私もねちょっとこう疑問に残る部分と、まああとはねその編集してて思うのは、結局その色域もねこう0から1万まで色がねあるとしてもですね、結局0から100に戻してしまうというか、まあそういったちょっとその作業も、いやこれって何やってるんかなっていうのもねちょっとねやっぱ素直に思うわけなんですよ。はい、というところで、
まあまあ、あの私なりに苦労しながらもこのね、プロレスローでの動画撮影っていうのを試してみましたけど、まあそういったこういろんな思いがあります。はい。でちょっとねプロレスローの話はちょっと置いておいて、今度はそのニコン Z6 の部分のお話をさせていただくと、まあやっぱりですねこの熱の問題ですねっていうのがかなりあのここに来て、まあ私のボディーブローにぶち当たってきてます。はい。でやっぱり私もこう動画制作していく中で、もともとそのパナソニック、まあ、ルミックスをね使っていたわけなんですよ。まあそれは、まあ、当然その長い無制限のね動画を撮るためにパナソニックを選んではいたんですけど、で結局そのちょっとね私がこう納得いかない部分で言うと、そのフォーカスの動きの問題だとか、まあ、そういったところでソニーに乗り換えて、でまたソニーから今ニコンに来たというわけなんですけど、まあいろいろとこう使っていく中でちょっとですねやっぱりねこの熱の問題っていうのはちょっと痛いところになります。はい。まあなのでちょっとやっぱりこう長く撮れるカメラっていうのは、まあ、正直私はね必要ですし、でまあこのニコン Z6 と外部モニター外部レコーダーを使って撮影したら、まあその長時間録画できるんじゃないかっていうところをちょっと思っていたんですけど、まあ、今回の結果からまあだいたい40分前後で、もう熱暴走でね止まってしまう、内部記録でなくてもその外部収録であっても熱暴走が起きてしまうっていうところがちょっとね正直痛かったです。はい。で内部記録の場合はですね、まあ最近のこの気温の関係で言いますと、大体ねその30度前後の気温の中でで言うと、まあもう15分ぐらいで内部記録は止まってしまいます。はい。で今回のようにその外部レコーダーでの記録に関しては40分前後というところで、長く撮れるには撮れるんですけど、まあ、それでもですねやっぱり40分前後っていうところは、まあ、なかなかねイベントとかの撮影では厳しいとは思います。はい。というところでですね、まあやっぱりそのいろいろとカメラのことを私もね聞かれるんですけど、まあそういったところでやっぱり長時間とかやっぱりこの動画こと動画に関してはですね、パナソニックのカメラがやっぱりこう優れてる部分があるなっていうのは思いました。はい。であとですねやっぱりオートフォーカスの部分っていうのはですね、最近やっぱり思うのはその暗いシーンではやっぱりそのソニーのオートフォーカスの動き良かったなっていうのも思いますし、でやっぱりそのソニーのカメラっていうのはいろんなそのプロファイルがあって、でそれがねいろいろ楽しめる S ログもまあたくさんありますし、 HLG だとかそういったピクチャープロファイルですね、ソニーはピクチャープロファイル、はい、そちらを使って編集するっていうのも、まあ、それはそれでね楽しかったので、まあ、そういったところでやっぱね人気が高いっていうのもありますし、多くのクリエイターさんをこう上手に、まあ、宣伝に起用して、まあ、こう拡散させるっていうところは、まあ、やっぱりねソニーさんはうまいなというふうに思います。はい。でまあやっぱねこうニコンはなんでしょうね、こうちょっとこう古い考えなのか、まあそういったところがなかなかこう踏み切れないのか、したくないのか、そこはね今のこう状況を考えるとそうは言ってられないと思うんですけど、まあしっかりね今の時代は宣伝する方法っていくらでもありますし、そこまでお金かけなくても全然こう多くの人に拡散させる方法っていうのはあるので、それでいくとやっぱりそれをね使わない手はないなというふうには思うんですけど、はい。まあもう少しねやっぱり、はい、私が思うところでこうやってニコンの製品を使わせてもらってて、
思うのはもっとクリエイターさんたちをね使ってほしいなとはいうふうには思います。はい、ちょっとね話が脱線してしまいましたけど、まあ今回の結論から言いますと、はい、プロレスローでの撮影っていうのは、500ギガの SSD の場合はですね77分38秒というところと、はい、で実際にその表記の問題っていうのはちょっと私もわからないんですけど、まあそこでのその動きの違い、表記の違いなのかな、そのあたりね、あの知ってる人がいたらぜひ教えてください。はい、というところですね、まあ、今回はそのプロレスローでの、記録時間について検証させていただきました。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram をやっていますのでよかったらフォローしてください。コメントもね気軽に残してくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。